よし。まあ、あれするか。ボスのところを見せるようにするか。基本的に。ひずめはありがたいぞ。ひずめ貯めていきたいな。かなてこはこのキャラには全く合ってないから交換していこう。で、囲まれると即死するので逃げましょうか。まあ基本的にアクリットは何の、装備がいいかって言われると、まあ出血得られる探検とか、あとガソリン、またマガジンも結構適性ありますね。毒いっぱい吐けるんで。あ、間違えた。あ、ガンナードローンもね、意外と残り HP1 の敵にとどめさせてくれるのは偉いんですが、暴風になっちゃうと、だいたい速攻で落とされちゃうので、あんまり、まあ、率先して取るまではないかなっていう気はしてますね、と。青を外していく。痛い。意外と難しいんだよね。弾遅くて。もうガンナードローン狙われてるもんな。まあ、ターゲット取ってくれるだけありがたいっちゃありがたいんだけど。あんまりターゲットを取ってほしくないんだよな。まあ基本的にゴーレムとかはすごくやりやすいですね。序盤はね。シフトのやつが跳躍があれなんで、気絶取れるんで。ステーキはなぁ、本当に弱いよなぁ、このアイテム。ウィスプが本当にきついから。頑張ってほしいな、ドローンには。呪いの人形。呪いの人形を言うて強くないんだよな、特に。え、マジ？どうか許してください、ラッシュじゃん。クマちゃんは残しておくのはあり。クマちゃん取らないで。はい。取られたので、戦機も交換していきましょうか。これいいね。あんま良くないわ。クリティカル、ダッシュもさしてみないからな。ひずめは後。とりあえず集めとくと、よし。まあ、逃げ専門になんなきゃ勝てないんで。もうこんな感じになりますね。大体は。あれ？戦機取ってない。戦機も肉も残ってる。だからもうあれなんですよね。難易度はもう、
4ステージ目に行くあたりには、もう、はまで行ってるんで。もう、察して意味ないですね。もう早く行こうとかっていう考えは。いや、きつい。序盤のこいつはきついんだよな。避けられる位置をあらかじめ探しておかなきゃな。まあ、足が速くなればこの跳躍の距離も伸びると。でウィスプには毒を当てておく。で毒は切らさずボスには絶対継続で当てておく。これを忘れなければアクリットは大体気がついたら、あれもう死にかけじゃないですかって感じになるんで、まだ敵がそんなに集まらずに死んでくれるから、わお、集まってきたわ。まだマシかなっていう感じで、着地キャンセル、着地ダメージキャンセルが跳躍しかないのもちょっとね、難しいところを見て。まあ序盤殴りに行ってもよかったかもな。行くか。いや無理。これはしっかり遮蔽に隠れましょう。視点がね、すごい動いて申し訳ないけど、これしなきゃ勝てないんだ。ここでいける？よし。まあ、アクリットはあれなんで、ボスも運ゲーかけなきゃやってらんないので。やばい。先に殺す。で、こうなりますね。地獄が始まると。で、毒を広げてあげれば、あとは、やってくれるので、体力が、向こうの体力が減るまで一旦逃げましょう。まあ、大体こういう立ち回りになりますね。まあ、めちゃめちゃ尖った性能ではあるんだけど、ちょっとこのリスクオブレインっていうゲーム性に向いてないよなっていう感じはある。はい、これでいっぱい死んでいくんじゃないか。痛い。まずいなこれ。落とせねえ。下手すぎる。ゴーレムが、きついんだよな、遠距離は。近距離行ってねじ込まなきゃいけない。あと、このポータルの位置も、だいぶきついな。で、ウクレレは、マジで意味がない。毒のダメージもウクレレ乗ればね、めっちゃ強いんだけど。そう、毒の恩恵が、マジでないんだよね。てか、スクラップ作ればよかった。今思い出したわ。ま、1個目は、割と難なくクリアと。で、すでにドローンが死んでいると。まあ、そういう世界なので、しょうがない。とりあえず、アクリットは最初はいろんな敵に毒を浴びせなきゃお金稼げないので、手当たり次第に、唾をかけていきましょう。溜まってない。まあでも所定で歪めプリンター引けたのは結構偉かったりするんだよね。
キノコ最高にいらねえ。まあ、ビートルガードとか出てくれれば結構熱いんだけどな。あいつ死んでも生き返るじゃん。だから、まあ、ウィスプ落とせないとしてもとどめを刺してくれる子が増えるってのはそれだけでだいぶ変わるから、早めに欲しいところではある。うら、で毒の関係上 HP の総数なので序盤はあんまり恩恵感じられないんですよね。ただ後々に行けば行くほど敵の HP 増えていくんで、ダメージ数はどん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 上がっていくっていう、まあ結局きついことに変わりはないんですけどね。そして絵面がジムと、上に飛ぶとすごいやりやすいんだよね。と行って行って、バンドル、バンドだった。ルナバンドは割とアリよりの有明学園。いいね、いい感じにあそこはできたまってんね。ポータルはここと。ではよいしょい、孤立してんね君。こっちあれ開けとくか。おお、お前そんなとこにいたのか。あと亀バンド、亀バンドじゃねえ、亀シールドとかあれば割と強いかな。それがないと逆にちょっときついまではあるけど、あれ10個ぐらいあったある時のアクリット強いんだよな。いやー、キノコだらけ。ひずめはでかいね。んーやー、オッケー。あとこいつは殲滅力がないのも災いして、祭壇とかのんきり触れないんだよね。今はまだ敵の火力低いから触れるんだけど、ほら、もう無理じゃん、こんな。あんなに追っかけてくるんだったら無理だべ。だから常に走り回らなきゃいけないと。これは、はてなを引きに行きましょう。マガジン、それはでかいぜ。いいね。手数が増える。あれ、ポータルどこだっけ？うわぁ、開いてない箱あるなぁ。取りてぇなぁ。とかやってると死ぬからなぁ。行っちゃいますか、これは。もう。
ここをクリアして、その後にのんきにアサロをビートル落としてほしいな、クイーンには。で、R スキルはちょっと温存して、ビートルが生まれてきたら出しましょうかって思ったけど、ウィスプがやばいな。重た。やだ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 。いや、近づけねえ、あんなにウィスプいたら。オッケーオッケーオッケー、毒蔓延してるから行ってこい。ミサイル、ミサイル届いてないなぁ、あっちまで。トリマビートルに毒を浴びせておくと。今のうちにパーセントを稼いでおこう。うわ、やば。あら、まあ。よし、これでビートルは殺害完了。そして落ちないと。で、このキャラクリティカルも出ないんで、クリティカル押しにしても刺して意味がないという。まあ、あの、あれ、焦点クリスタルつけて、毒つけて突っ込んでいくみたいなのも、まあ割と強いんじゃないかなとは思うけど。そんなんしてると死ぬからな。この量やばすぎ。ひふう、
ガソリン、えらいね。あと残ってんのは運ゲーの祭壇か。クマちゃん、花火、おいらは花火。あとテレポ付近の運ゲーの祭壇があるな。シールド？やばすぎ。うわ、ウフー、ねえじゃねえか。もうゴミ。あ、卵あり。全然出ねえな。まあまあ、よし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 。そこそこって感じやな。2ステージ目だからな、もう。よし、ここは比較的でもあれなんだよな、鍋が出やすいからあんまり好きではないかな。探検がある、探検を買っておこう。ここ探索だるいんだよな、というか。さあ、無理ゲーに変わっていく。まあ、差し替わんねえわ。あれは何の交換台？クマか。スクラップあったら、あれしよう、キノコを変えよう。ナメクジは結構有用だけど、キノコはね、止まってる暇ないから。使い勝手が悪い。ナメクジだ。鍵、亀、亀、買っとくか。マジでお金集まんねえんだよなぁ。こいつらぐらいは、殴り殺しとくか。ここは粘着爆弾ガソリン。ここはガソリンだな、交換するのは。よし、まずはテレポの位置を確認しておこう。テレポどこにあるんだこれ。外れてるー。テレパーあの裏かな。ツボやば。
こいつマジ決めえよな、自称乱射野郎は。金がない。これは救急キット。救急はな。弱いからな。ああ、あるじゃん。テレポートあった。だが残念ながらスクラップがないな。なんてとこに出てくんだ。やば。出なかった。喋ることなくなってきたぞ、だいぶ。いやー、逃げろー。よっぺーの吸われた。もうガチャしないわ。それ吸われんのやばすぎ。毒浴びせんの忘れたな。ここだ。あいつ避けやがったな。金が足りないと。この野郎どもがよ、焦点クリスタルか。今回の立ち回りじゃあんま使わないな。おいら花火。あっちげ、あれだ、この下か。あれガソリンどこだっけ。どっかにあったはずのここか。でディスコード何来たんだっけ。おほー、ちょくちょく開けてない場所はあるけど、あの壺だけ倒して。
あっぶね。テレポやっちゃうか。花火だけ飛ばして。何？サイクルキック。ウィスプかー。こいつ事故るんだよな。もうツボマジでキモい、あいつ。一旦撤退。うわ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 。いや、マガジン取られたの聞いてんな。行け花火。え、もう一体いる？マジ？あ、そう。ウィスプ負けねえんだけど。あーあーあーあああ。よし、まずは一体終了。いいね、いいね、いいね。ガソリンが効いてるぞ。いてて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 。撤退。危なすぎ。うわ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 。あ、こんにちは。かわしていく。失礼しますね。お前は死んでろ。ボケが。え？よし。吸血因子か。吸血収支だった。こいつら倒してお金稼いでから行きたいな、できれば。お金を稼ぐと経験値になるから。
マガジン取られたのか何気効いてるな。んーどこーん、よし、まあ、こんな具合でしょう。ウィスプか、ウィスプもありだな。ウィスプとバンドか、ウィスプかな。じゃあうわマジで言ってる。あやつは殺しておかねば、事故のもとになる。ペッペペスバペッペ、貫通弾丸か、いらんな。もう驚愕だろ、こんなに歩き回ってまだゼロってお金。ああ来た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 、臨時収入が来た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 、いいねいいねいいね。テレポがここね。オッケーオッケーオッケー。その臨時収入で割といろんなことができる。またキノコか、いらねえな。おう、戦機弱っ。今回の交換枠弱っ。いいって。まだ戦機。ガソリンか。一個ぐらいガチャしよう。大いに越したことはないのでね。ピュー、開けられっかな。800いける。ウクレレ。ウクレレ。え、もう一体いんの？ああ、大変だ。眺めのいいところに行かなきゃ。バーン。よし。第一クラゲは除去。スプラッシュクイーン。あれ仲間キノコや。いやーなんかすいません、いやーほんと申し訳ないっす。失礼します。祭壇やるか。どうせ難易度も変わんねえんだ。ウィスプ、ウィスプか。やばくねこいつら。ぴょーんぺ。トゥー。あ、ウィスプか今の。あ、よかった。
爆発的な加速力。踏み出したのは瞬足。あれ、お金足んねえ。さようでござるか。いてえ。こっちだよー。引率の先生感が出るなぁ、だいぶ。そしてお金がないと、収入が来ないと、倒せないから。トゥどっから登ってきたん君たち。赤確定枠、うわお。鍋さんもいいんじゃないですか。ここでもない。鍋もいんのはまずいんじゃないですかね、普通に。うん、無能ロケット。あれ、クマさんか。すー、貫通弾貫通。やば。やば。お手軽即死セット。モリモリやな。こいつだけ倒しておいて、さっさとテレポをやっちゃおう。あ、下手くそ？もしかして。マガジンが欲しいなっていうところあるな。だいぶ。よっ。ここも。トゥー。まずい。地獄だなー、これ。よし。セルスキット。ヘルスが低下すると死ぬんだよな。その時はもう死んでんだよねってこと。ほほほー。一旦ヘルス回復から、この辺に開いてない箱が二つある。てな、てめえ、俺の唾を食らえ。まずい。よし、もうこれでやっちゃおう。届かないわ、普通に。さて、何が出るかだな、これで。やばすぎ。すいません。いやー、ほんと。ほんとマジすいません。すいませんでした。僕が悪かったっす。謝るんで、うっす。申し訳ないっす。マジ。うっす。すいませんっす。こんなことになると思ってなくて、うっす。ほんとマジ、すいませんっす。いった。
タイタンは距離取ってれば、刺して、やばいなって思ったことは、ないから。どっちかというとトカゲとかね、スノーゴーレムがやばいんだよ。逃げろ、逃げろ、行けばおー。種の存続のためー。ぐえ。ここに、縁に乗っていく。のまだウィスプ、グレートウィスプ死んでないってマジ？やっべっ。さあ、上を取ったぜ。取ったところでだぜ。ちょっと欲張ろう。おい、おい。セーフ。よいしょい。いやー、壮観。美しいね。いた。すいませんでした。創刊号って感じ。エリートとかでいいんじゃん。頑張るんですけど。あ、届いて。届かない場合は、卵だ。おら。いいね。ほら、そうこうしてる間にもう死にかけだぜ。いや、ちょ、それは聞いてないっす。ニッヒー！ニッヒー！ウッフー！もう一体どこいんの？お前か？違うな。あいつだ。あいつ毒食らわねえとこ行きやがって。パーセント稼がなきゃやばいんだわ。三、まだ4ステージ目なんだよなぁ、やばいのは。何時間かかんねんっていう、8ステージクリアするのに。もっと敵も硬くなるしな。ギロチンが欲しいんだよね。ギロチンと相性がいいから。ピューン。わあ、地獄。こいつ一生いるな。タイタン、いずこ。いずこタイタンよ。よいしょいっと。え、これで残り体力が1位。じゃあさよなら。え。何が落ちる？あー、割と偉い。ヘルスが増えるとワンチャンができるから。痛くね？何？走り回ってられねえ。あんな小さいとこ。ああ、ナメクジ。おー、うわー、たまんねえ。全然倒せねえ。たまんねえ。うっ、もう一発。高ダメージ数は出るっていうね、このキャラ。マルチ3人とかでやったら強いんかな。やばい。無理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 。おほほー。いた。こいつ体でかいから、ゴーレムのレーザー大体食らうんだよな。
蔓延してけー、よく飛ばしてけー。こいつら倒すまで耐久してもいっちゃいいけどね。めちゃめちゃレベル上げて、やばい、やばすぎ。車線が、このトカゲたちは事故のもとかな。ギロチンない、今やるのはちょっと危険すぎるかな。私を捕まえてごらん。まあ開けてない箱だけ開けていきますか。じゃあ何時間かかんねんって話になるからな。俺の集中力との戦いだから、このキャラ。花火、いや花火多いな。わあ、あんな更新しちゃって。それではさようなら。トゥーテーング。はあ、危ない危ない、まったく怖いとこだぜ。あいついんな。あ、どうも。さて、ちょくちょく体を休めながら進めていきましょうか。まあ、別にエスケープでメニュー開いて休んでもいいんだけど、録画時間的にね、ぶっ通しでやる方が効率がいい。おい、バカ野郎、お前。岩風勢がええやお。当ててみな。トン。貴様ー。いや、すいません。当てないでください。いや、こんなとこにもゴーレム来んのかよ。祭壇はね、すべて起動して、よし。気がついたら死んでっから。まあ気がついて時に死んでんのは俺かお前かってとこだな。俺来いよ、やってやんよ。ドリンク欲しいな。スポドリ、スプリント速度がちょっと遅いなって感じがする。いや、ウィスプ本当にね、落とせないのね。病気だと思う、こいつ。あー、ギロチン。1500円ね。ちょ、ギロチンの位置は気にしておこう。ギロチンは世界を救う。これは実は。あー、バカ野郎がーん。やっぱマガジンも一個欲しいとこあるなー。一発だけだと、かゆいとこに手届かねー。おう、あいつには浴びせておく。このお金の集まんなさマジできついな。いやーきちい、やーマジきちい、いやーきちい。コラグ弱いな。ペッ、あ、すごい、みんなかわしてく。当たってるわ、僕の方で。あ、すいません。あら、まあ、スプリントできてない。これは下に逃げましょう。で、こっから、これで上行ける。
あら、お金が足りないと。よーし、おじさん頑張っちゃうぞー。あ、割合ダメージだからまだ助かってるな。これ疫病だったら8000時間ぐらいかかるぞ。疫病も疫病で条件整えば強いんだけどね。条件整わねえんだ、あいつ。マガジン20個ぐらいあったら強い。疫病タイプは。あとこの毒吐きがなぁ。この、一発一発単体ピュって出すやつが、射程無限だったらめっちゃ使い勝手いいんだけどね、っていうとこ。なんかもう、かゆいとこに手届かないっつうか、かゆい。このキャラ。いやぁ。ペッ。ちょっとお邪魔しますね。もう、2、3分お金変わってないぜ。敵死なねえから。もう一回出しちゃうもん。意外と離れてんなぁ。もう一個出しちゃうもん。またユニットか。よいしょい。あ、すいません。ペット出して、あのトカゲゾーンに当てれば、でかそうだな。ほら、もうカリカリいってる、カリカリいってる。あー、いいっすね、あー、いいっすね。ガソリンが出てないのがちょっと傷だけど。ガソリンの効果なかなか出ねえなぁ。あっぶな。ビュビュビュン。こいつ弱すぎでしょ、マジで。相当のことないと死ぬ気がせんぞ。かといって舐めてかかるわけではないけどね。一体破壊。で、ピンが消えている。マジで撃ってる？それ。タイタンが生まれてたんだけど。幼稚園あれか。サングラスは、弱い。後掛けさんの方も、ちょっと僕そこのギロチン取りたくて。ダメっすか？そうっすか。いや、ほんと申し訳ないです。すいませんね。すいませんね、死んでもろて。すいませんね。こんにちは、プチタイタン。うー、死ぬ死ぬ死ぬ。ふふー。てか、テレポーターどこあった？見てないんだが。アスポドリアありがたい。あ、どうも。いつもお仕事お疲れ様です。いって。ウクレレコねー。あ、それは比較的よし。お金がない。ペッ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 。やばすぎ。大行進じゃん。戦機か。
運がないな。あれ、ノーコンでいらっしゃる。ちょ、マジテレポート探さなきゃ拉致が開かないぞこれ。敵が増える一方だ。俺じゃねえか。まず形状変えなきゃいけなくてと。マグマワームねー、さようでござるか。なんか知らんけどね、マグマワーム特攻あんだわ。めっちゃ減るんだわ。悪い。マグマワームってもしかして体複数判定あんのかな。で、毒広がりまくるみたいな。やつが来るぞ。わあ。おお。よし。浴びせておいて。テレポの位置にタイタンいんの、たまんなくだるいな。こんにちは。まず予感がする。何、当たっていないぞ。よし、いてえ。地獄じゃん。やだ、地獄じゃん。危な、マジで危ねえよ。いや、ワーム、いいとこ行ったぞ。今のは1体しか当たってないな多分。うん、たまんねえ。休憩、休憩終わり。え、股間にまたうずめてたんだけど。股間にまたうずめてたって何で、マグマワーム気がついたらあと1匹になってしよう。待って、こんなんどうやってあれ入る？テレポート入る？とてもじゃないけど入れませんが。あら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 、広がってらっしゃる。強引にでも行くしかないか。よいしょーい。逃げ場がない。おお、逃がす気ないね。ワーム下おいで。いい子だ。これで奴はワンパンで倒せるから、適当に毒吐いてたら流れ弾で死ぬでしょ。あ、どうもこんにちは。
お前なんてとこいんだよ。あー怖いよー、痛いよー。あの辺やばくね。失礼しまーす。でもヨガファイヤーやめろて。ヨガファイヤー。はあ、大変だ。大変だ。ああ、大変だ。痛いっす、痛いっす。こんだけ戦って4800円っていうね。いや、まだヨガファイしてる。あんた、ほんといい加減にしなさいよ。鼓動。なあ、報酬は？クジャロか。ひー、またやってるよあの人。うわー、すいません。より広がってない。はあ、新郎新婦、新郎新婦の披露宴。あいつ、あいつやば、脳死、脳死ヨガファイヤープレイヤーじゃん。へへへ、すいません、ちょっと失礼します。やめて、攻撃しないで。痛いっす先輩、俺痛いっす。ふぅ、またヨガファイしてるよあいつ。わあわあわあ、鼻が良かったんですって。死ぬやつやんこれ。はい、どうやらダメそうだな、こいつら倒して回んの。あのヨガファイのせいで。一体何？段差になったらどうや。あー危な。あ、どうも、こんにちは。挨拶は基本だぜ。危ないぜ。ちょっと通りすがりの獣でして。すいません。ちょっと通らせていただきます。ほんま申し訳ないです。
カスカス。いった。半分減るの？ちょ、マジごめんって、マジごめんって。俺が悪かったって、言うてはりますやん。こいつも、ダメだ。これもう、こっから、テレポーター駆け抜けていくか。浮いた！俺は強気。あ、終わったかもしんない、これ。マジでウィスプ避けらんないんだよこれ。いやいやいや、いやー、ビロ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